3秒での KO 撃をやってのけたのが白いスパッツの庄司。対する青コーナーのジョゼ・アルドはブラジリアン柔術黒帯を巻きます。しかしハードストライカーの顔も持つノーバ・ウニオン期待の、いやブラジル期待の新鋭です。黒いスパッツのジョゼ・アルド、もう恐ろしいほどにリラックスしきっています。つまり緊張から硬くなっていつもの攻撃出せない、そんなことは全くないでしょう。しかし庄司、3秒の KO があります。ゴングの瞬間から目を離さないように。近藤選手なんとなく期待してしまいます、ね、そうですね、なんか狙ってそうですよね、さあゴング飛び出さないか、これを合わせますまあこう期待させるのも一つ庄司ならではですね。中央を取っているのがジョゼ・アルド。おお前蹴り、あ入ってくるところ前蹴り、これ一つポイントになりそうですね。ブラジル人って本当こうなんだろうな、充実家とかあんま関係ないですよねそうですね、普通になんだろうな、パンチも強いし蹴りも強いし何でもやってるけど、ああいいですね、走ってますねローキック。まあ、しかしこう独特のベタッと足をついた形のジョゼ・アルド、足が長いですね。庄司のちょっと右の足のテーピングが気になるところであれです。うまくコーナーに追い込んでいきます。アルド、いやプレッシャーありますね。そうですね、庄司選手もちょっとやりー、入ってくる。いやでも全然いや庄司もさすがですね大きなお世話ですよね、失敗するそうですねこれどうなんでしょうね、コーナー、おお、いいパンチだ。コーナーに追い込まれているのか、引き込んでいるような想像力が見えますね。いや、どちらとも下高かもしれませんね。左のフックのフェイントを見せます庄司。誘って誘ってカウンターを狙っているか白いスパッツの庄司。しかしジョゼ・アルドのこの圧力も強烈です。コーナーにいつの間にか追い込まれる左のミドル、はい、これを嫌って回り込みます。おお、独特の軌道だ、アッパーとフックの間のような、これもそうです。左、はい、叩き落としていきます。もう一つの、いやいや散らしていきます。これ打撃自信あるんですね、そうですね、まあ、20歳のジョゼ・アルドの落ち着きも脅威ですけど、パンチが走っている。最後ローキック、今度は最後フック、軸足を払っていった。離れ際立ち上がりがしっかりディフェンスはしていました。首相撲からの膝強烈、いやでも右パンチも強いと聞いたのはテンプル、ヒアリーバックに回ります。いやしかし高尾が倒した。ちょっと今カープは厳しかったですね。でも打撃で引かなかった庄司にジョゼ・アルドがちょっと嫌ったような感じもありますね。いや引かなかったですねやっぱり。そうですか、はあ、普通のなんだろう日本人の選手だったら普通に引いちゃうんですけどね。そうですね、何も理解しなかったですね。そしていつの間にかマウント、今度はバックマウントを探ります。回転して、いや形はちょっと嫌な形になってきた庄司にとって、ここまでストライカーにしか見えなかったんですが、ブラジリアン柔術黒帯を巻いているジョゼ・アルド、この辺はもう得意でしょうね。ですね、あしかし動く、おお素晴らしい、見事、しかし圧力もすごい、あしっかり膝を畳んでも中に入れさせないように体を浮かせようかというような下の庄司。まあ、ここまで外国人選手との戦いが庄司なかったんですね。なんでまあどれほどのもんなのかという、はい、あしかしいいポジション持っていますジョゼ・アルド。形しかしポジショニング取られる前に動きます。庄司勝ちました、はい、2回もちゃんともう回避してますからね。そうですね、これはもうすごいですよ、うん、こうハート強いですね。強いですね、全く引きません。まあ、リラックスしきったジョゼ・アルドも驚きましたけど庄司も。そうですね23歳の庄司、20歳のアルド、お互いに本当にいい選手ですね。そうですね、近藤選手今こうパンクラスの階級で唯一ライト級がまだ王座が制定されてないんですね。そうですね、なるほど。ラスト1ミニッツ、ラスト1ミニッツ、ここはじっくりという戦いになりましたか。でも今も倒されながらひねって入れ替わろうかというような庄司。おっと危ない、蹴りが飛んでくる、
足ここもアグレッシブに防いだ。笑っているように感じました。左のフックで振りを切りました。いやいや、さすが庄司、登る侍と書く名前、もう名は体を表す。おお、強いローだ。下から崩すか、これ独特のこう回してアッパーか、回してフック系のアッパーか。残り時間20秒、ラスト20セカンド。いや、見応えありますね。右のロー。残り時間10秒、ラスト10セカンド。これだけ外国人選手の外国の実力者に堂々当たり合って、しかも仕掛けでも引いていない庄司。おお、もう終わりか、第1ラウンド、そんなイメージです。ラウンド2、はい、セミファイナルライト級の戦いは3ラウンド制、これが第2ラウンドです。いや、第1ラウンドもアグレッシブです。非常に緊張感のある戦い。なんといっても両選手のハートが強い、強気の2人です。白いスパッツが騎馬庄司、騎馬所属の登る侍と書いて庄司。ハイキック一方の黒いスパッツがロードグファイトが送り込む、所属はブラジルノバウニオン、ジョゼ・アルド、20歳の選手。ワンツー、まあ、リーチの差は若干あるか。おお、独特の軌道が捉えた顎を飛び込んでの膝。うわ、負けていません。というよりこうジムとか教室とか道場、そういう小さい枠、そういう一つの枠から飛び出しているイメージがありますね。そうですね。なんでこんな選手がそうだったんですかね。素晴らしいですね。ブレイク、ブレイク。まあ、もともと DA 大輝選手とかとも一緒にこうトレーニングとかもしてますね。左フックを切ります。さあ、しかしひょっとしたら引き出しが多いのがやっぱり女性あるところでしょうか。そうですね、本当微妙な差ですけどね、うん、やっぱりその女性アルドの方が、うまいことポイント取ってますよね。あ、なるほど、まあ、そういう意味では20歳脅威ですね。アルドも2004年のミクストマーシャルアーツ総合格闘技デビューが女性アルド、9戦して8勝1敗の戦績。まあ、唯一の敗戦が、あの、まあ、プライドオブシドーのリング、プライドアメリカ大会も上がってましたかね、ルタリブリのルシアのアゼベドに負けているんですが、そのアゼベドを下しているファービオ・メーロ、ファービオ・メーロからは2ヶ月前勝利を挙げています。まあ、ファービオ・メーロはディープで矢野匠選手に勝っていたり、あと三島選手やゴミ選手ともプライドで戦っている選手。そのファービオ・メーロから勝利を挙げている黒いスパッツのジョゼ・アルド。さあ、アンドレ・ペデネイラス師匠の近いところに運んでいってテイクダウン。この庄司選手、お客さんがフラストレーションがたまりませんね。本人たまってるかもしれませんけど。そうですね、まあ、逆にじっくりした戦いに1ラウンド後半から変えてきているジョゼ・アルド。ラスト2分半、ペースすごい変えましたよね。そうね、なんだろう、疲れたのかなっていうの、全然そんな風には見えないですけど、うん、そうですね。これでも打撃戦挑むと危ないっていうのもあったんでしょうかね。なんでしょうね。まあ、でもこうさせたのはきっと庄司でしょうね、うん、急にこう、なんだろう、硬い、硬くなるでしょう。やっぱり勝つためには、庄司に勝つためにはこれがベターだと踏んだんでしょうか。また腕を取りに行きましたから庄司。庄司は2006年の10月、昨年の10月、大阪で宮崎雄二戦でデビュー、その時がなんと3秒03秒、まあ、秒殺という瞬殺で KO 勝利、飛び膝でした。その後12月のディファ有明荒牧作戦、これはグラウンドの踏みつけで勝利、1ラウンド。しかし今年に入っての3月、ネオブラッドを以前制したこともある星野雄二の前に、ベテランの前には判定で敗れました。
その後また4月にも戦っています。4月には竹重戦、これはグランドのパンチでまた KO 勝利。立ち上がります。いやー、これはもうブラジリアン柔術地獄とアリ地獄ですね。アリ地獄のようにハマってますね。ハメてますね。そうですよね。でも庄司がもう動いて動いて結果立ち上がるんですね、最後は。そうですね。しかし残り時間1分、勝ちに来ているジョゼ・アルド。まさにフラストレーションたまるでしょうね、庄司は。戦わせてくれ、そんな気持ちでしょう。うまく力で打とうんですよね、アルド、ジョゼ・アルド。だ全然疲れてないと思いますね。危険だったら負けない戦いもできる、そういうことなんでしょうか。今もううめきながらブリッジを使いません。動いてくれません。勝利選手はもうかなり疲れたと思いますね。最終ラウンド残り時間が少ない。もちろんこの戦いも否定できません。ジョゼ・アルド強い。ここでタイムアップ。頭を抱えます。庄司嫌な二十歳ですね。そうですね。サブレフリー技30対28青ジョゼ・アルド、サブレフリーメキ30対27青ジョゼ・アルド、ジャッジを変えて30対29青ジョゼ・アルド、判定3対0勝者ジョゼ・アルド。